listening to Shibuya Cross FM. 関修斗の渋谷トーキングスタート。いや言えよ。言えよ。頼むぜ。低い低い声が。頼むぜ。皆さんこんばんは。渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第2第4金曜日の17時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りしています。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいります。改めましてご視聴いただいている皆様こんばんは。こんばんは。ヤホミヤホミヤホミザワいただきました。拾ってくれよ。いただきました。はい、改めてね自己紹介をさせていただきます。はい、僕ねサンオフィスで、役者活動とモデル活動をさせていただいてて、ただいまアベマ TV のねシャッフルアイランドシーズン4に出演させていただいてます。関修斗です。よろしくお願いします。お願いします。よいちょまる。これ恒例な恒例な恒例だよ。じゃあ海君お願いします。はい、藤森海です。同じくサンオフィスで役者モデル活動してます。よろしくお願いします。よいしょー、来ました。はいじゃーはい、レイレイこと真中レイです。普段はサニーとしてアイドル活動しております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、本日はねこの3人でお送りしたいと思います。はい、はい、ではね最初僕たちねまあ近況を話しましょうね。まず、はい、じゃあ僕から、はい、近況の方を話させていただきます。はい、僕は最近はオーディションばっかですかね、うん、そのグラフィックモデルとかのオーディションだったりとか、うん、あとはその舞台だったりとか、うん、その映画とかそういうオーディション関係、自分の俳優活動、芸能活動のオーディションがやっぱ多いですね、うんうん、それを毎日やるっていうのが今の日課です。お、はい、まあ、大して面白くない話ですね。調子は、はい、調子はどう。調子は結構そのシャッフルアイランド出てから、うん、そのまあやっぱり僕意外と緊張しないタイプなんで、うん、もうグーンと右肩が上がりです。いけてる。いけてますね。いける、うん、どういうことするのオーディションで。そのオーディションは自己紹介、なんか特技かなんかするの。あ、特技やる。あ、やりますよ。あ、やんの。ウキウキウキウレシュートこれやるんや。これやるんや。やるよ。やるんや。笑ってくれる？笑いますよ。あ、笑う。あ、いやもう全力でやるからね。あ、まあそうね。ウキウキウキウレシュート、ワッショイワッショイ楽しゅーと、ピエンピエン悲しゅーと3つやるっていうのがやっぱ最近の日課。日課っていうかもうルーティーン。はい、まあ、自分自身を見せないとね、ギャップ結構落ち着いた感じの人って見られがちだから、はいはいはい、ギャップ別っていうか、うん、ね、あ、こんな元気な人なんだっていうのが、うん、また演技で分かんない部分が出てくるから、はいはい、まあ、その各々のやっぱ個性が出るからね、その他のオーディションの方もいて、うん、やっぱその中でやっぱ注目を受けるっていうのが大事やから、うん、そう、自分なりのスタイルでやっぱ行くかな毎回、うん、まあこんな感じですね僕、はい、いや僕は言うてでも SNS かな、どっちかというと、うんうん、まあ、SNS 頑張っていきたいなって感じかな。なるほど、うん、どうですか。いやいやいや、早くない。2分え何どんな SNS やってんの。ああ、そういうこと、うん、いや、まあまあ SNS は、まあ、僕ちょっとイラストを描いたりもするので、そう、まあもちろんオーディションとかもチャレンジしていきたいなと思うけど、うん、ちょっとインフルエンサー寄りの、うん、ようになっていくと嬉しいなと思ってやってます。何のイラストとかを描く。ねそれこそそういう T シャツみたいな。へー、おしゃれ、うん、そう、なんていうのかな、あのさ、風景画じゃなくてこういうさ、はいはいはい、わかる、はい、なんていうの、あのロゴみたいな。あ、そうそう、ロゴみたいな、そっち系かな、ワンポイントみたいな、そっちかな。え、なんかそれ、そういうのはその専門学校。あ、もう全然行ってない。行ってない。行ってないっす。独学。独学。いや、すごすぎる。いや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 、もうでもまだまだ天才的な才能だ来たわこれ大丈夫大丈夫いやいや、まあでも頑張るんで、はいはい、うん、ぜひ確認してほしいですね、皆さんに。 TikTok やってるんでしたっけ。うん、うんうんうん、ようやってるよな。あ、よくやってるわやめてくれよよくやってますから僕らね、うん、確かにね、はい、TikTok も、ね、僕らのね、その最後にも宣伝すると思うんですけどね、うん、やっぱその TikTok ね、うん、3人とも毎日やってるので、はい、各々の TikTok ね、来て遊びに来てくれたらやっぱ嬉しいかな。嬉しいですね、うん、はい、
はい、はい、続いてレイちゃんお願いします。私はですね、2日3日にライブがサニーの方でありまして、うん、初めて新宿のアルタ、わかりますか、新宿の東口かなで出た時に見えるアルタのビルの中でライブをしたんですけど、本当にすごくて、ステージが今まで立ったステージのよりもすごくでかくて、うん、やっぱあの何、観客も多い、そう、俺も行ったことある、そこ。あ、本当ですか。結構広いよね。広い、広い、広くて、後ろのね、なんかプロジェクションマッピングじゃないですけど、うん、モニター、うんうんうん、がすごく3面あって、すごかった。写真撮ってくださったんですけど、ファンの方がめちゃめちゃ綺麗に写ってて、一ライブ何曲ぐらい歌うの？3曲。あ、3曲、はい、うん、20分枠が大体多いので、それで MC を含めながらやることが多いです。そう、太陽さんさんサニー、はい。これ何、一つ一つ喋るごとに一個ずつ言ってくれるの？なんか一つギャグ言っていくんかな、今日は。そうよ、これはね、やっぱ楽しみにしていかないとね。いいね、楽しみにしますわ。やっぱでもアイドルのやっぱ俺すごいところって、そのなんか常に笑顔やんか、すごい、あれはあんな激しい、あの動きをして、でファンの方に笑顔を届けて、で何、あのアイドルって汗かかないイメージだから、やっぱなんかそのすごいなってみたいな、そのアイドルやってる人感想が薄いやめろって俺何やってんだ俺ハイロさんマジすごいと思う、ほんまに。いや間違いない、ね、本当にできひんもん俺ら、うん、ね、いや俺はでもファンスタとかめっちゃしちゃうから、あ、しちゃう、嬉しいと、嬉しいと、嬉しいセクシーサンキューとかね、人のパクってもらって人のパクったらダメよごめん、中島健人さん申し訳ありません、めっちゃパクってるやん。セクシュートかな、セクシュート、あー、そんなセクシーサンキューとかやったらね、うん、やばいからね、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、他にないっすか、みんなは。もう近況だったりとかは、近況なんかあるかな、どうだろう、なんかありますか、まあ、最近食べたものとかさ。最近食べたもの、いい、ね、うん、メロン食べたよ、だいぶ前。メロン、え俺夕張メロン好きやで、うん、ほんま、うん、あの黄色いやつね、あの緑じゃなくて、ちゃんとしたやつね、うん、そうそう、はい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 、あと黄桃が好き、黄色い桃、桃、うん、え、黄色い方が好き、え、ピンク、ピンク、白っぽい方、白っぽい方の方が好きかも白っぽい方、白っぽい方ね、うん、うん、なんか好きなのある、ある、いちご大好き、いちごうまいよな、そう、いちごうまいよな、安定やな。メンバーカラーとかってピンクです。あ、ピンク、はい、桃じゃなかった、そう、もういちご赤だったね、赤ですね、いちごって星のきらめきっていう、うん、あの品種がめっちゃうまいらしい。はい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 、あ、いっぱいあるからね。そう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 。いちご、白いいちご食べたことある？みんな。ない。あるよ。あの、うまいで。甘い、本当に甘い。甘いの。すごい甘いの。高い高い。高い、いや高いで、高い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 んや。美味しいよね。高い、美味しい。ぜひ食べてみて。いちご狩りとか行く？行く行く。行ったことないかもしれない。マジ？え、じゃあメロン狩りとか。メロン狩りはないやん、聞かないけどいちご狩りは何個ぐらいいちご食べんの、それは。え、俺ね、30分で、うん、大体30分だよね。そう、30分で、うん、そう、妹がいてさ、うん、その妹が180ぐらい出したのね、うん、どういう妹それ、いや、マジでいけんの180点だけど、うん、俺もう負けたくなくて、うん、210。いやいやいや、えぐっ、そってんの兄弟、もうあれだよ、もう弾丸やばー、口の中に。マジ、私結構自己最高記録で112個ぐらい食べたの。112でもすごいけどね、いけるん、そんな、そう、それもすごいのよ、うん、なのにこれ上回ってるからだいぶすごいなと思って。練乳、練乳は、練乳とか何もかけない、かけへんの、うん、かけるとね、辛くなってくるから。今の、そのいちご狩りってその練乳とかを持っていくのって、うん、多分ダメなんよ、あかんの、そう、違うんや、そこで買うかみたいな。あー、はい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 、前までは OK だったんですね。うん、コロナとかの影響なのかな、わかんない。あー、あるかもね、うん、はい、まあね、こういうところでこういうところでおかしいな、うん、ここらで、うん、はい、次のね、あの話に進もうかなって思います。はい、ということでね、まずは本日1曲目のね、あの曲をお送りしたいと思います。はい、曲はジェードで君だけのコリド。夕日の中で立ち尽くしてる君の姿。
お聞きいただいたのはジェイドで君だけのコリドーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは無茶ぶりフリートーク。はい、本日もフリートークロングバージョンでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。マッシュパチパチ来ました。イエーイ、ヤッホー、ヤッホー、パチパチイエーイって感じ。はい、まあね、フリートークとはいえね、いくつかのテーマを提示されていますのでね、それに沿って進行させていただきます。最初のテーマはね、最近一番笑ったこと。はい、まあこれはね、まあ、じゃあ先陣切って俺が行くわ。はい、はい、ね、最近ね、一番笑ったこと、うん、一人で爆笑しちゃったんだけど、うん、僕埼玉県、うん、住んでて、うん、で僕の住んでるとこってそう、まあ、近くにマックあるんだけど、まあどこでもあるか、どこでもあるとね、はいはい、もうモーレイトに行ってる、モーレイトに行ってる。でマックあるんだけど、うん、そう、俺さ、普段は現金支払いとかなんだけど、はいはいはい、そうペイペイさ、うん、使ったことなくて、うん、よっしゃペイペイチャージしたと思って、うん、よしこれでマックでペイペイ使おうと思って、うん、よし、あ、ま、ちょうどいいやんと思って、うん、まあマックでペイペイ使えるって普段聞いてたから、うん、でね、マック向かうわけよ、うんうんうん、でそれ早朝の、うん、6時40分ぐらい、うん、早いね、早いでしょ、何の時間早いでしょ、わかんないけど、うん、とりあえず無性にマックが食べたくなって、はいはいはい、マック行くんよ、うん、ね、まあ行きます、はい、でうわ何しよう、ベーコンエッグサンド好きだから、はい、うん、あるよな、うん、あるある、そんな感じのやつ、うん、俺それ5個頼んで、うん、それ5個と5個、うん、なんで1人で食べるからね、うん、ちょっと それだけしかも別のもんじゃないベーコンエッグサンド5個といやいや、うん、なんでフィレオフィッシュ2つとあとホットケーキ1つ、何者なの、うん、それを、うん、まあ、1人で全部食うのよね、はいはい、まあ、会計が2400円、うん、マクドでね、うん、そう、よいで、ペイペイに3000円チャージしてさ、ね、で俺もよっしゃーって言って調子乗ってペイペイで入れると思ってたから、うん、調子乗って、うん、めっちゃ買うわけよ、うん、ね、それで、うん、あ、すいませんペイペイでこちらペイペイは使っておりませんって言われるやん、え、うん、使えへん、本当に、うんうん、使えなくて、うん、で俺もう出ちゃったよね、おい現金やないかいってね、拾ってくんね、いや結構おもろい、結構おもろい結構おもろい、そうで現金やないかもうさ、うん、そのしゃべくりセブンでさ、うん、ね、有村架純さんだったりとか、うん、須田将暉さんとか神木隆之介さんとか、うん、あとはしゃべくりセブンのメンバー、うん、ね、たちが、うん、その告白の時に、うん、そのなんかテレビでやってて、うん、殴らやないかいっていう、はいはいはい、うん、分かる分かる、そう、殴らやないかいのがさ頭によぎって、うん、もうそこ現金やないかいってもう言ってもうたよね、その店員さんにで、しょぼしょぼ、うん、あ、うわーマジかと思って、うん、まあ、一応財布は持ってきてたんで、ね、念のためにね、はいはい、で、現金、うわ現金かと思って、うん、やっぱそのペイペイで、うん、初めてペイペイ使う時だったから、うん、うわペイペイで払える、うわと思ってたのに現金やんって、もうそこの差が激しすぎてあの後で一人でつぼっちゃったよねえ、あかんのペイペイって、あかんらしい、ペイペイダメなんだ、あかんねや、そう、いや、でもなんか僕の家の近くってイオンモールもあるんだけど、うんうん、そうイオンの中だったら、うん、ペイペイ使えたっていう、しかもその店舗、うん、その何々なんとか通りとかあるやんか、はいはい、そう、
ああいうところに立ってる店舗とかでは使えなかったんだけど、うん、そうイオンとかの中だったら使えるっていう。いいしかもイオンとその店舗が、うん、あの500メートルくらいしか離れてないって悲しい、うん、悲しすぎる。あれ車乗ってる？いや車乗ってない。あ乗ってない、うん、あまあでも歩いてると遠いよ ね、 ね、うん、まあ遠いね。まあそれが俺の最近なんか腹よじれるぐらい笑ったエピソード、うん、よじれたよじれた、よじれた、食べ過ぎちゃうってか、ちぎれてるかもしんない。あのいやいや行き過ぎてんね、行こういね、行こういはい食べ過ぎちゃう。そうだね、そもそも、うん、いやあのそういうもん、そう元から大食いだから、うん、すごいね。そうえだってバーガー一つで十分よね。マジ、ね、そう、まあ、まあ2個かな僕は。2個え、なんならビッグマック、うん、多分、うん、4が5は食える。えマジ、うん、本当にやってる。俺なんかこの前さ、ね、うん、あのチキンマックナゲットさ、うん、あの15ピースたまに安く売ってるやつ、ね、うんうんうん、あれあの3個買おうとした。45ピース、うん、いやいやさ、なんかやってるよな、なんかいやいや企画かなんかやろうとしてる。いややんないよ、ただただあの自己満、はい、うん、まあ、そんな感じかな、俺の最近笑ったエピソードは。いい現金やないかい、うん、そう、うん、現金やないかいっていう、ね、殴らやないかいに続く現金やないかい生まれた。え、ペイペイな、俺もあんま使ってへんからね。いやペイペイいいで、楽、なんかいいっぽいね、でも、うんうん、ポイントつくし。そう今時さ、現金持つのも怖いやん、うん、そうだからその電子マネーのありがたさに気づくよね、うん、そうね、うん、確かに、うん、怖いけどね、使いすぎて。確かにね、あのそこだよね、俺勝手にチャージされるのよね、うん、駅の何、あパスモみたいな、ピッてそうやるので、オートチャージされるから、うん、もう気づいたらめっちゃ額増えてるから支払いがさ、請求日が怖いんですよ。めちゃくちゃ怖いよ、請求日めちゃくちゃ怖い。え、カイ君はなんか最近笑ったこととかあります？最近笑ったことは、うん、ちょっと探したんですけど、これ、うん、ね、前もって知ってたからね、うん、ちょっと探したんやけど、ちょっと友達いなすぎて、あ、まあ、じゃあまず友達作るとか始める。一人で笑うことはあるよ、そりゃ、うん、あるけど、うん、ちょっとね、人に言うほどでもないから、うんうんうん、なんやろ、最近実家に帰ったんですよ、僕。はい、そうそうそう、お盆かな、うんうん、実家に帰ってゆっくり墓参りしたんですけど、うん、なんかあるかな最近、なんやろ、めっちゃ話変えていい？いいよ、良い？いいよ、何にしようかな、ちょっと待っていや、今考えるのよ、今、なんかある？なんか言おうかなと思ってたんやけど、なんかちょっと微妙そうやった。これがリアルです。無茶ぶりや、これがリアルです。いや、だって無茶ぶりフリートークだもん。そうだよね。あ、無茶ぶりやからね。無茶ぶりだから、そう、ね、はい、なんかある？逆にトークテーマなんかある？いや、ないよ。うん、なんかあるかな、何かある、笑ったことなんやろ、まあじゃあ一人で笑ったこと喋っていいですか、うんうん、いいよ。これぐらいのちょうど雨の日やったんですけど、うん、今日ね、ちょっと雨っぽいけど、うん、雨やったんですけど、うん、チャリコ入れて俺、うん、ね、チャリコ行くやん、で、やっちゃいかんよ、やっちゃいかんけど、うん、傘さす人もいるやん、チャリコ見ながらね、うんうん、いるやん、うん、やっちゃあかんねんけど、うん、で、うん、そう、やっちゃあかんって分かってるから、まあ、ゆっくりね、うん、ほんまにもう歩くぐらいのペースでチャリコ入れたわけですよ、うん、ゆっくりこう傘さして、で、まあ、ゆっくりこいでて、もうほんまになんていうのかな、傘ってさ、こう U の字になってるやん、こう、はいはいはい、そこをこう持って、ハンドルと一緒にこうやって持ってたわけ、はいはいはい、でこう傘がね、さ、はいはい、したわけで、めちゃめちゃ風強かった、その日、うん、で、あ、やばいと思って、風がここにこう、うんうんうん、入ってきて、うん、傘が反対向いたわけ、うんうん、やばいと思ってこう前持ってったんや、うん、なんていうか傘をさ、ちょっと難しいな、こうなっちゃったら次こっちから風当てれば元に戻る、あ、コウモリ傘になって、そう、ね、だからこの風の空港でこうやってやるってこと、あ、そう、うん、でもうこう持ってったわけよ、うん、チャリをね、そしたら傘がもうあまりにもこうなっとったから、うん、タイヤに引っかかっちゃって、うわ、ほんで、めっちゃ遅いスピードやで、チャリ、うん、めっちゃ遅いスピードで前突っかかって、うん、こうこいでたらこうなってもうて、チャリが、マジやばくない？わかる？で、結構車走ってるとこね、うん、で、一人で普通にこうなってもうたから、うん、めちゃめちゃ大爆笑して、俺一人で、うん、ちょっと待って、大丈夫これ、大丈夫、大丈夫よ、え、怖いとかなんなら、うん、俺もやっちゃダメよ、やっちゃう、俺もやっちゃダメだけど、一人でね、やっちゃう、俺も一人で、さ、めっちゃ夜なんやけど、うん、めっちゃ夜で、うん、そのね、なんか普通に、うん、なんかやっちゃダメかわかんないけど、うん、普通に声出て、うん、なんかぼーっとしてて、うん、で、このさ、レール、ガードレールみたいなのあるやん、うんうんうん、レールみたいな、はい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 、ちょ、白いガードレールじゃなくてさ、うん、ちっちゃい石のさ、うんうん、
うん、あの自動車の横にあれね、あれね、段差みたいな、あそこで自転車こいで、あのまあこうこうだとしてさ、でここがガードレールでさ、ここ車通るやんか真ん中、でそこでこのガードレールにあの進んでて、あのガードレールガーンって乗っちゃって、はいはいはい、一回転してさ、わざと乗ったんそれ。いや乗ってないよ。たまたまね。たまたま乗っちゃって、で、あのぼーっとしてたからやっぱ、ね、何考えてたか分かんないんだけど、で一回転して、その自転車になんか背負い投げされた気分。いやいや分かるよ。背負い投げされた。めちゃめちゃ痛い。ああなったもんね。あれもう俺叫んだもん。いやーって。もう痛すぎて。焦るよね。しかもそれで一回転した後に、あの自動車側に落ちたから。あの危ない、しかもね、危ねえと思って、ですぐ立って、その元のところに戻ったけど、ね、その立つスピードめっちゃ速い、で、めっちゃ立って速くて、で戻ってあの急いで立ってさ、自分の自転車のとこ戻るやん、自転車戻して数分した後に、最初はもう焦ってたから、した後にだんだんと笑けてくるっていう、はいはいはい、あ恥ずかしさね、じわじわとね、そう、俺めっちゃ笑ってたもんその後、一人で、ね、まあね。やっちゃダメやな、チャリね、怖い、本当に東京はチャリが必要ですから、いや東京チャリ必要、でも初めてね、この前レンタルチャリを東京で乗った、え、そう、原宿からね、渋谷までね、チャリ借りたの、おお、すごい、なんか電動のやつ、電動乗ったの初めてね、電動いいよな、俺乗ったことない電動、俺もびっくり、怖いよね、マジ、電動ってめっちゃ速いらしい、あ、そうなんや、そう、なんか、そう、俺もさ、その高校の時さ、そのチャリでさ、あの行くようなあの途中からチャリで行くようになったんやけど、そのめちゃめちゃさ急な坂があるんやけど、それを毎回通っていくんやけど、それが近道だから、頑張ってこぐんだけど、やっぱそうおばあさんとかさ、あのおじいさんとかさ、あのチャリ乗ってる人電動とか最近多いやんか、でやっぱ俺が頑張ってあの全力で立ちこぎしてんのに、はいはいはい、横でスススス、いやね、あれな、と思って、わいいなって思いながらその毎回見てたりしたから、いや本当にね、あのあれ見た目以上に電動って楽やし速い、はいはいはい、ほんまにすごいよね、あの、あっちも乗ってほしい、電動キックボード、あれ乗りたかったの、あれ面白いよ、どっちか迷ったんだけど、ちょっと怖い、それね、言わへんけど、何も乗り方調べず、ちょっとやってみて、マジで乗れへんから、怖い、乗れない、俺めっちゃ実感かかった、なんか怖い、怖い、あ、違うね、違うね、もう仕組みがわからなくて、あ、発信せんかったよ、なるほどね、そう、ぜひやってみてください、はい、はい、はい、ということで、それではこのあたりでもう一曲お送りします、はい、はい、りっちゃんが所属するサニーの曲ですね、はい、曲の紹介をお願いします、はい、曲の紹介の前にここでサニーとジェイドのライブスケジュールを画像で見せていただけるということを、変わってる、すごい、うわー来たー、爆発してますめちゃくちゃ爆発してる、番組の終わりの方でも改めてライブスケジュールを楽にご案内させてください、皆様ぜひライブにも来ていただけると嬉しいです、貯金だと10日にありますね、横浜初めてです、に今週日曜日だ、そうですね、はい、それではサニーの新しい始まりの曲です、ファーストウィンド、
お聞きいただいたのは、サニーでファーストウィンドウでした。まあここでね、簡単にカイ君、はい、曲の感想めちゃくちゃ良かったですね。今ちょっとずっと聞いてたけど、まあ、ね、はい、で今ちょっと聞いた話、13歳のななみちゃんがセンターしてるみたいで、そうなんですよ。若い、13歳、若いね。フレッシュさだね。フレッシュね。やっぱなんか、うん、その最初なんていうの、テンとなんていうの、音域がさ、うん、結構低い感じやんか、うんうんうん、ちょっとね、なんかそうだったね、まあ、失恋ソング、失恋でした後にその背中をなんか押すような曲なのかなって、うん、ね、あの思ってて、なんか背中を押される感じ、はいはい、13歳でこれが歌えるっていうのがすごいよ、まあ、すごいねすごい。その中でもなんか強く生きようみたいなさ、はいはいはい、うん、そんな感じがしたかね、うん、ね、したかね、もう一回聴いてみてほしいですね、皆さん、うん、本当にみんなもね、お聴きいただけると嬉しいです。はい、はい、続いてね、あの無茶ぶりフリートークまだまだ続きます。はい、次はですね、太ない声、はい、声太ない。次はですね、はい、あのトークテーマ、はい、あれ、あの人俺のこと好きなんじゃないと思うときっていうテーマでね、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、なんかあります、カイ君。もう一回聞いていいですか。あれ、あの人のこと、うん、あの人、うん、俺のこと好きなの、あの好きなのかもしれないって自分が思うとき、相手の行動だとなんかある。僕結構鈍感な方やから、結構気づきにくいタイプっていうか、もう確証ないと、あ、やっぱ、ね、信じれないタイプやから。どういう時で確証、あの、なんやろうね、確信がある。あ、やっぱりあれじゃない、誘われた時じゃない、遊びに。そう、例えば1回目はまあまださ、うん、分かんないや、うん、お互いを知るっていう意味で、確かに確かに。2回目誘われた時ぐらいじゃないかな、うん、に、ああるんかなってこう、若干逆にさ、なんかあれじゃない、遊び誘われて、うん、その帰り際とかさ、うん、そういうのにさ、うん、また一緒に遊びたいとか言われたら確信じゃない、はいはい、結構、ね、いやまあね、あ、でも分からない、それから誘われるかどうか分からない。あ、まあ確かにね、そだから次かな、俺は、うん、俺はね。なるほど、なんかある、レイちゃんは。いや、私が逆に異性に好きかも、うん、好きかもって思われてるってことでしょ。それを確信を感じた、どういう時に感じる、うん、どうだろう、私のこと好きなんじゃないかなみたいな、あの人は、うんうん、あ、でもなんか好きバレしてもらわないと私も気づきにくいかも、うん、なんか何々くんがなんか好きって言ってたよって言われないと私もなんか思わないかも、そうやって、うん、誘われるのは結構前提として大人数で遊んだりとか、うん、2人で遊びに行ったりとかもあるかもしれないけど、それだけだと分かんないかも。確かにね、うん、そう、逆に俺はね、なんだろうな、あの人俺のこと好きかもって、うん、ずっと目線で追ってくるやつ。ああ目線でね、うん、なんかそれは違うよ、そのなんとなくさ、その、うん、なんか嫌がってる目とさ、うん、そのなんか興味ある目ってさ、なんか、まあ、分かるっちゃ分かるよね、経験で、うんうんうん、で、あのこれなんかめちゃめちゃ経験あったんやけど、うん、あの高校1年生の時 の、 その入学式とかで、うん、入学式始まって1週間のことなんやけど、うんうん、あれかな、もうずっとさ、うん、ずっと見てくるの、こうやって目でそれはそっちでいいんやんな、ずっと上で、うん、視線感じないと思ったら、うん、あのずっと 目が合うんよね、はいはい、なんか あそれで、あの人この好きなのかなとか思ったりしたかな。結果どうやったの、うん、それは結果、うん、好きだった。あ、やっぱそうやったんや、うん、やっぱ、うん、やっぱそういうのもあったから、まあ、全員が全員そういうわけでもないかもしれないけど、うんうんうん、まあ少なからずのなんていうの、素材の一部としてはあるぞ。確かに、うん、分かる。なんか次のトークテーマ行くか。はい、どんどん行きましょう。なんかあります。そうだね、な、失恋した後の過ごし方とか。あ、逆になんかさ、ドヨーンとしてるよな、ちょっとドヨーンとしてるよな雨やからね今日、まあ、そうだね、雨やから、雨やったから、
何やったっけ、失恋した後の過ごし 方俺はね、あの失恋した後は、別にあのなんか失恋したことないから分かんないんやけど、そのなんていうの、多分ね、あんま気にしないんかな俺は、その切り替えというか、はいはい、その、落ち込んでる時間がもったいないっていうタイプだから、それはある、そのだから、あのなんだろう、こう行動するかさ、例えば行動するか、なんか未来に違う未来に向かうか、また元の人と寄りを戻すか、まあ、あとは自分の行動力次第だと思ってるから、まあ、あのとにかく行動するタイプかな、はい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 、なんかレイちゃんとかなんかある？私はなんだろう、そのね、付き合ってたりしたら2人の時間が今まで長かったわけじゃないですか、ってなると1人の時間が今まで少なかったから、1人に尽くす時間、はい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 、何か好きなアーティストさんのライブ行ったりとか、曲聴いたりとか、なんだろう、自分にかける時間をすごく大切にするし、寝たら結構忘れちゃうタイプ私だから、その全然大丈夫かも、その病んだりはしないですか。はい、カイ君は多分似てる、レイちゃん似てるけど、あでも友達と遊ぶかな、もうなんかシンプルに、あやっぱなんかそれを忘れるってわけではないねんけど、埋めるとかではないでしょ、埋めますよね、そうそうそう、とにかくまあ楽しいことを増やすかな、まあ、そうだね、確かに、確かに、失恋な、どうなんやろうね、失恋な、まあこの先起こるかもしれないからね、あそうそうそう、ね、俺には起きないかな、おま、本当ですか、起きない、100発100中おまかよなんか最近身に覚えがあるんですが、はい、いやでもき、ね、最近ね、まあ、ね、あのシャッフルアイランド、まあ、ね、俺失恋っていうかさ、リタイアみたいな、ね、リタイアだから、まあまあしゃあないところはね、まあ、何、まあやれることはやったからね、はい、俺は別に後悔してないかな、まあ、楽しい夏の思い出だったみたいな、最高のね、まあね、まあ次は切り替えて、まあ自分だったら、まあその俳優業だったりさ、モデル業を、自分のお仕事を次は頑張る時だなっていう、いろいろまあそういう、まあ、恋愛リアリティを通して出会った人もたくさんいるし、まあそのシャッフルアイランドにまずは出れたことに感謝というか、まあ、いろんなことにまあ感謝する時間と、あとは次に向けて頑張る、そうね、これからね、ことをなんか決意したかな俺は、まあはい、ここら辺でね、まあ皆さん、ね、はいはい、話終わったということで、ね、はいはい、それではね、もう一曲お送りしたいと思います。これもね、ジェイドの曲です。ここでもう一度ジェイドとサニーのライブスケジュールをお見せしたいと思います。はい、はい、9月10日にね、なんと 初横浜、カーストグランジ違います、え、どれどれ、嘘やろ、コーストガレージですね、あコーストガレージ、グランジはやばいってえ、コースト何、コーストガレージ、ガレージ、はい、竜宮城へようこそっていうね、テーマのもとね、そのライブを行われるようです。これ、はい、サニーも出るんかな、出ます、ジェイドとサニーさんが出るそうです。そしてね、9月の17日ね、目黒のスター小屋発掘所にいてね、メンバー、ジェイドのメンバー、ね、そしてサニー兼任かな、の高原つぐみさんのね、生誕祭が行われます。つぐみ座セブンティーンウィズサニー&ジェイドっていうね、あのテーマのもとね、いい、よかった読めた、はい、ファンミーティングが行われるみたいので、ぜひとも皆さんね、メンバーのね、そのリンクからチケット買えると思うので、ぜひとも行ってあげてください、はい、そして9月の23日の土日祝日ですね、新宿の新宿 ALTA キースタジオで、ね、アルタ、これがステージがすごかったっていう、ここアルタ、はい、アルタキースタジオです、スタジオでいるらしいです、はい、そしてね、あの24日の日曜、はい、お茶の水のね、神田明神江戸っ子スタジオらしいそれそういう、これあれなんか江戸っ子祭りらしいです、クイズみたいになってる、これ江戸っ子祭りらしいです、はいはい、そしてね、はい、9月30日これも初、はい、皆さん、はい、上野陰陽公園野外ステージ、はい、みんなのアイドルフェスティバル、あ違う違う、家の陰陽公園野外ステージね、ライブ初めてやるそうです、はい、そしてなんと10月いけてる、はい、季節変わったら、はい、みんなのアイドルフェスティバル 2days、 なんと、はいはい、2days 野外が初めてなので私たち、はい、なのでちょっと天気良くなるということで、いいね、になっております。明日は晴れるよ、ね、あの君の名みたいにね、はい、いただきました、天気の子だ、いただきました、ふよっしゃはい、はい、皆さんね、見てくださってありがとうございます。いろんなね、フルーツのカクテルをね、はい、ま、違うか、あれ
次はね、はい、次の曲のね、はい、説明を、次の曲はね、うん、はい、いろんなフルーツのカクテルをね、イメージした、はい、曲です。はい、はい、そしてね、ジェイドの最新曲でね、スイート&サワー。晴れ晴れエビデイずっと探してた、彩る世界でフォローミーダンス、フォローミーチャンス、おはようでベタなステッド、甘酸っぱいカメリー出しちゃったんだ、吐いた声が愛を奏でる、あなたとエビデイずっと交わしてた、夢見る世界でフォローミーダンス、フォローミーチャンス、さよなら伸びたのスイーツは風香るラズベリー、嫌になっちゃった溶けたクリームが淡く焦がれた、それは素敵な恋愛模様で、トゥイセンこの瞬間、トゥイエゴいつだって始まりは See I saw ハレルヤ、何度も何度も踏み出す未来のステップで、あなたとつながる空にフォピア、触れ合うテクテク縦に日が差し込んで、あなたに伝える想いセブンデイ、冷めないで Everything ずっと笑ってた、見上げた世界で Follow me dance Follow me chance、 お決まりのギターのフレーズと甘酸っぱいストロベリー、どうしちゃったんだブーケのコスが愛を奏でる、二人で Everyday ずっと叫んでた、触れ合う世界で Follow me dance Follow me chance、 くたびれたブルーのスカートは強がりなブルーベリー、嫌になっちゃったついた嘘が不意にこぼれた、これは切な人生のようで、ルイセンどんな時もルイの特別な出来事は See I saw、 いつかいつの日か駆け出す未来のステップで、あなたと重なる先にポピアップ、運命のジャムは何やむこと知らないで、あなたに届ける想いセブンデイ、溢れた気持ちは弾けてポッピーアップ、いつもいつまでも描いた明日を歌って、見つけた世界で広がるセブンデイ、何度も何度も踏み出す未来のステップで、あなたとつながる空にポッピーアップ、触れ合うテントで勝手に日が差し込んで、あなたに伝える想いセブンデイ、お聞きいただきましたのはジェードでスイーツ&サワーでした。はい、ということでね、カイ君感想をお願いいたします。はい、いやまあそうですね、はい、まあ、ポップなあったもんね、歌詞にもあったよね、うんうんうん、ポップね、まあ、炭酸シュワシュワみたいな、はい、うん、こんな暗い日でもね、はい、あの聞いたら元気出るという、まあ、確かにね、はい、出ましたよ元気、うん、I'm fine! ふぅー、これです、やめろこれです、ありがとうございます、ね、俺がさ、ガチでテンション上げてるやん、はい、いや大事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 やな、元気出たもんね、出たっしょ、うん、元気出たから
パワーマグマ式やーみたいなね。はい、ということで、ね、はい、ありがとうございます。はい、そろそろエンディングに、ね、向かいたいと思います。はい、はい、皆さんからね告知などありましたらよろしくお願いします。あ、はい、僕からじゃじゃ、はい、皆さん、はい、行ったってください。僕ね、はい、はい、まあ今ね、うん、アベマ TV のシャフルアイランドシーズン4にね、恋愛番組に出させていただいてるんですけど、はい、なんとなんと本日22時からが最終回。早いね、早いね、うん、最終回なんですよ。はい、みんなね、ぜひもみんなのね15人の裸をね、裸とか言わんね、忘れた、筋肉ね、筋肉ね、鎧を脱ぎ捨てたね、筋肉ね、ね、男女の15人の恋愛バトルをね皆さん、うん、ぜひとも、うん、本日ね、はい、22時から楽しんでくれると嬉しいです。あと TikTok とインスタやってるので、はい、自分のね関周東オフィシャル、ね、うん、でね調べて、フォローしていただけると嬉しいな。よろしくお願いします。はい、はい、次にカイ君、はい、お願いします。僕の方からもじゃあ TikTok と、はい、インスタグラムはもちろんチェックしてほしいのと、あと9月の17日だ、言う忘れたね、まあ絶対言うと、はい、ありがとうございます。僕とシュート君で2人でオフ会をするので、うん、目黒でね、目黒駅の2分のところ近くのところで、さっきね、スタゴヤ、うん、そう、スタゴヤ高原つぐみさんの紹介であったと思うんですけど、そのスタゴヤでね、はい、自分たちもその後にやらせていただくので、はい、16時からかな、ね、2時間ほどやるので、はい、ぜひちょっと来てほしいですね。いや、ナイス拾い。はい、お願いします。よし、お願いします皆さん。はい、ぜひ見に行ってみてください。はい、次にレイちゃん、はい、お願いします。はい、私のセンターの曲を今流していただけるということなので、それに沿って告知させていただきます。はい、私が在籍しているサニーは毎週末に同じ事務所のジェイドと台湾ライブに出かけているんですが、今週末の9月10日日曜日はサニージェイド初の横浜コーストガレージプラスに伺います。初めてね、神奈川でのライブなので、うんうんうん、ぜひ皆さん来てください。竜宮城へようこそというイベントなんですが、すべての出演グループと15秒お話しできる企画もあるそうなので、ぜひ皆様詳しくは公式 X からチケットを販売ページをご確認ください。ジェイドは15時40分から、サニーは16時からのライブになります。ぜひお越しください。また9月10日はメンバーのつぐみちゃんの誕生日で、当日にライブがあるということで、おめでとうということで、おめでとうございます。おめでとうございます。で、そのスタゴ屋で17日に生誕祭を開催します。目黒のスタゴ屋というスペースで12時から皆さんとお祝いさせてください。これ、こちらも詳しくはサニーの公式 X でご確認ください。あと、私事ですが、ミクチャの方で、ミクチャと TikTok の方で毎日配信をしています。こちらもぜひ、時間はね、いつも毎日様々でやってるんですけれども、ぜひ見てくれたら嬉しいです。うん、これからもたくさんサニーとジェイドでライブに伺います。皆さんと会える、お会いできるのを楽しみにしているので、ぜひお待ちしております。てかね、行きましょう。てかね、うん、公式さ、うん、これ X がさ、うん、X に変わんないんだよね。アップデートすればいいの、うん、俺はずっとツイッターのまま、まだ鳥、青い鳥、うん、飛んでる。いや、レアじゃね。レアよ。だからそれ俺大事にしようかなと思って。いや、もういい、多分絶対いつかやるんやから。いつかやるんやから。いや、違うよ。本当にアイコンとか変わんなくて、うんうんうん、そう、もうツイッターのままなんよね。別に変わんない。名前もね。そう、変え、これ見る、変え、うん、アップデートあれじゃない、アップル自動アップデートしてないでしょ。自動アップデートしてないからだな。俺もしてなかったけどさ、きっと最近したよ。ほら、ツイッター本当だ。青見せる、見せんでもいいのに。はい、はい、ということでですね、はい、はい、本日の放送はこれまでとなります。はい、皆さん今日は楽しんでいただけましたでしょうか。どうですか。楽しかったん。3人はね、珍しいですね。はい、いや、しらけたー、はい、ありがとうございます。いや、ほんまね、3人珍しいもんね。珍しいからね。いつも4人なんで、いつもね、先輩が、大先輩がいるから、ね、はい、大先輩がよくおられますけど、はい、はい、まあ、また違った感じでね、本当に盛り上がれたんじゃないかなって思う、ね、そう、違う雰囲気で、うん、そう、うん、なんかこういうの初やんか、うん、そう、いつも仕切ってくれる人がいるけど、うん、そう、なんかね、噛み合わないとこもあったけどね、なんかなんとかね、いやね、いけた、ね、はい、まあ楽しかったね、楽しかったよね、たはい、で次回放送は再来週の22日、同じ時間金曜日の17時からとなります。サンオフィスからまた数名出演させていただきます。出演者は間もなく、週明けに公式 X より発表させていただきます。ぜひお楽しみにお待ちください。誰が出るのか、
ね、楽しみですね、楽しみ、はい、はいはい、ということでね、番組も最後です。次回放送もね、楽しく進めてまいります。詳しくは公式 X で、お便りや、観覧もお待ちしております。一人でも多くの人がね、来ていただけたら嬉しいです。そして見てくださったら、聞いてくださったら嬉しいです。皆さんもね、楽しみにしていてくださると嬉しいです。そしてね、本日当番 MC は関修斗、そしてね、藤森海、そして真中玲でした。それではまたお会いしましょう。最後言っとかなくていいですか、なんか。まだもう少しだけ時間あるんで。まだちょっとだけ。ウキウキウキ、うれしゅうと、あ、わっしょいわっしょい、楽しゅうと、ピエンピエン、悲しゅうと。セクシーサンキュー。あ、間違えた。人の関係セクシューね。踏んない方がよかったわ、これ。踏んない方がよかったよね。うわー、きつくね。それは、振っといてさ、きつくない。で、これちなみに最後これ僕らが言わない。そう、言わなきゃいけなかったよね。全部読んでた。全部読んでたね。え、その名前、名前。名前の。本日の当番 MC は、関修斗、そして藤森海、そして真中玲でした。はい、テイク2、はい、はい、それではね、また皆さんお会いしましょう。こっちかね、はい、こっちね、こっち向けて、はい、せーの、あ、バイバーイ、バイバーイ。彼女がいないことは最近知ったことよ。 I'm not the one.